源の乗り清は平安時代末期の武将。聖は源氏万清流。武前主元公園の養子。兄弟に、能広、高校、助末、結城、光広、光俊らがあり、子に、半期、乗りら,らがある。官位は、十五位下、兵庫城、身の守る。源氏の系譜を引く家系にあったが、平家の家人であり、平宗盛に仕えていたことが知られる。 自称三年十一月の半平家方の公家に対する粛清においては外還された藤原忠行の公認として身の守るに任ぜられる。自称、樹栄の乱においても平家に従い転戦し、乱の浦の戦い後の元略二年、主、宗盛のほか叔父にあたる源北氏らと共に生け取られ、鎌倉へ護送された。なおこの左衛門の上則主は憲法二年に、 鎌倉に士官し、源の寂ともにその和歌の才能を認められ、御家人に加わることを許されている。ジップは、豊原諦美。孫貴文脈。東鏡には、前家美氏とも見えている。陰性期に刑務者として活動した、山和守る十字の彦にあたる。ありがとうございます。